はいはい、ビジログチャンネルのお時間です。お待たせしました。今日も天の声やってます、ビジログ山本隆也でございます。よろしくお願いします。昨日ビジログ8周年イベントで大磯でイベントがありまして、また電気落ちた。これ電池がないのかな。あ、落ちた。大丈夫大丈夫かな。電池がない。大丈夫大丈夫じゃない。大丈夫じゃないね。ちょっと待って、ちょっと待ってくださいね。有線マイクで変えようかな。でもメンバーのマイクで拾ってるね、これ。ちょっと遠いけど、ひとまず大丈夫です。天の声さん。はい、ちょっと大きめに喋ってます。はい、お願いします。お願いします。天の声の山本隆也です。よろしくお願いします。お願いします。今回のビジログチャンネルはですね、2月11日に渋谷レックスでストイベントアンビエンスウィークに見て指導するアンビークの皆さん、初登場で来てくれております。よろしくお願いします。しゃっ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 メンバーへの質問など聞いてみたいことありましたらですね、今画面の右上に出てます ch@fakestar.co.jp の方までご質問いただければと思います。メンバーに直接聞いていこうかなと思っておりますので、どしどしお送りくださいませ。で、番組、最後の、毎年毎年じゃない毎度恒例の会員限定コーナーをですね、今日は今映ってますけれども、ジェンガ対決をしていただいて、負けた人は罰ゲームということになってますので、まあ、罰ゲーム何するかは番組内で決めようかなと思ってますけれども、はい、何かこんなことやってほしいとかありましたら、メールでもコメントでも大丈夫ですので送ってください。なんかコメントがあーとかしか来てないですね。大丈夫ですか。はい、はい、以上でございます。というわけで早速本日のゲストアンビークの皆さんご登場いただきたいと思います。どうぞーいっと。こんばんは、はい、来ました。アンビークです。こんばんは、来ましたね、コメントもね。はい、ありがとうございます。というわけで初登場アンビークの皆さんですけれども、まずは順番に自己紹介からいきましょうかね。ちょっと待ってくださいね。誰から？どなたからいきますか？やっぱりこれは一番怖そうな人からいきましょうか。一番怖そうな人からいきましょう。ドラゴンの南です。よろしく。南さん、よろしくお願いします。じゃあ順番にいきますかね。はい。はい、ギターのたくまでーす。たくまさん、よろしくお願いします。いいね、いいね。パチパチと来てますよ。ボーカルのケケです。お願いします。ケケさん、よろしくお願いします。はい。ギターの司です。よろしくお願いします。はい、司さんお願いします。ほいっとベースのギアです。ギアさん、はい、よろしくお願いします。お願いします。というわけでアンビークさんですけれども、僕はほとんどの方がですね、今日初めましてで、本当にものの20分ぐらい前に初めて会いました。司くんだけはちょっとだけね、お会いしたことがあったんですけれども、はい、他の皆さん初めましてってことなんで、はい、何もわからない中いろいろ聞いていくと思いますんで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあまずアンビークさん初登場ってことです。もうすぐ始動ってことなんですけれども、まあ、当たり障りないところから聞いていってもいいですか。はい、はい、当たり障って当たり障ってください。どんどん触ってください。多分いろんなところで聞かれると思うんですけれども、結成のいきさつとかよくあるじゃないですか。はいはい、そういうのって聞いてもいいタイプのバンドですか。全然大丈夫です。大丈夫です。じゃあちょっとそこからいきましょうか。じゃあ結成のいきさつをまずは教えていただきたいんですが、行っちゃってみなちょ、みなちょ行っちゃって、行っちゃって、はい、みなちょ、はい、行っちゃいなよ。うるせえよ早く言えよ、早くみなちょ行っちゃって、まあ、僕が発端なんですけど、はい、まあ、僕が最初に司さんに声かけて、まあ、一緒に何かやろうかっていうところから全てが始まってます、うん、司さんとは、面識がもともとあっ て、ね、もう10年以上、うん、10年以上、うん、もう古い仲間なので、うん、わあ動いてるってどういうことですかね。コメントで動いてる南さんが貴重ってことですか。僕らは動かないと思ってるみなちょが喋ってる横でタグマが何も喋ることなく映ってるから緊張しとんで、さっきからいや、なんか言っちゃってる、言っちゃってるや、歯が凍っちゃってる。はい、南さんと司さんがまずはもともとお知り合いで何かやろうと。そうそう、で発端になって、はい、そこからまあ、はい、他のメンバーを探し始めて、こう長い旅に出たわけですね。長い旅だったんですか。はい、割と時間かかりましたね。うん、そのバンドやろう構想が始まってからどれぐらいでメンバーが集まったんですか。最後に入ったのは銀屋なんですけども、はい、多分そこに至るまでは、多分1年半2年経ったか。あ、そんなにかかったね。もう結構いろんな人にも会いましたし、うん、うん、なかなかこう時間がかかる作業でしたね。やっぱりですか、理想とするメンバーのがなかなかいなくて
ってことですかね。あ、それもありますね、うんうんうん、ようやく見つかったこの5人と。そうですね、いうことですね、はい。じゃあちょっと結成じゃないや、加入の順番の感じでこうどんな人か教えてってもらってもいいですか。まずまあ、まあ司さんからですよね、うん、じゃあね、まずね、司さんと南さんの、うんうん、まあなんかお互いの、まあ、印象も10年か10年経ったら分かんないですね、うん、聞きたいね。印象、最初の印象とか覚えてます？最初の印象最初の印象だろ、10年前ですかね。なんだこのでけえやつは、なんだこのちっちゃいやつはじゃなくて、うん、違うね違う、それしかないんじゃん。もうでかいと思ったね、セガ。ああ、セガね、うん、いや昔でも一番最初の最初は、うん、僕が昔やってたバンドの時に対バンしたんですよ、司さんがやってるバンドと。ああ、なるほど。その時に合ってるっていうところが一番最初です、うん、そこが発端だったんですね、うんうん、まあ、南がやってたバンドのボーカルと俺が仲良くて、うんうん、結構ガヤガヤ、そう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 、はしゃいでたっていうかね、そうそうそう、はしゃいでるのをよクールに見てた人、そう、なんかちっちゃいの同士がなんかじゃやってなみたいなちっちゃいの同士ね、はい、うんうんうん、でどういう形でこう一緒にやろうかなって思ったんですか、司さんと南さんは。ちょいちょいこう電話して、はいはい、コミュニケーションは取ってたんですよ、うんうん、で一緒に飯食いに行ったりあらこうしながらっていう流れの中で、はい、まあなんかバンドやりたいと思った時に、うん、あ、こいつだなって思ったんですよね。なるほどね、うん、で司さんを引き入れたというか、そうですそうです、声をかけて、はい、まずは2人が決まったということですね。そうそうそう、で2人が揃いましたと。で3人目はどなたか。